補助術は日本の武術の一つ。敵を縄で捕捉、禁捉する技術である。江戸時代には保守術の一環として盛んに用いられていたことから各地に様々な流派が伝承されていた。明治維新後も警察機構において積極的に教えられていたが、昭和時代に手錠の普及により必要性がなくなったことから現在では逮捕術の科目から外されている。 逮捕されることを、お縄というのは、補助術に由来する。現在、補助術を単独で継承する流派は、ほとんどなく、柔術や、常術の流派において半ば出現した状態で、平伝されている程度である。鳥を咲いた敵を素早く拘束する、早縄、形式、儀式的に用いる、本縄、金枠による拷問を加えるための、拷問縄、 これら縄術で緊迫された状態から脱出する縄抜け、花縄術に大別される。用いる縄の太さや長さ、材質は流派や用途によって大きく異なる。江戸町武行所では式で縄の色を変えていた。早縄には重手術や重術で相手を制圧した後に拘束する技術だけでなく縄を武器にした様々な戦闘術も組み入れられている。 手早く拘束するために、縄の先端に、あらかじめ鉄管や鍵爪を取り付けている場合も多い。本縄は主に犯罪者の護送、越見の際に用いられ、身分や職業、性別、用途によってそれぞれ異なる縛り方が用意されている。江戸時代には150以上の流派があった。まだ挙げられていない流派も多く存在する。ありがとうございます。